皆さんこんこにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあってよかったいつもの場所にこのチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします10月31日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると、朝9時の時点で、水位は175.00メートルとなっています。ぴったり、175メートルにタッチですね。西安チャンネルです。ダムデータによると、三峡ダムでは、水位が上昇しています。流入量も下がっていますが、それに合わせて放流量も減らしているからです。 数日中には175メートルに到達するかもしれませんと昨日お伝えしましたが、ついに今日、ミッションコンプリートとなりました。関西メディアも、今日か明日に安全に到達しましたという記事を出すことでしょう。予定通り安心してくださいという内容でしょうか。梅雨前の6月10日ののの月日時と同じですすす。ね。三峡ダムの上流に位置する、観測所のデータを見てみます 流入量の方は横ばい状態ですが、微妙に下がりつつあるようです。今後の雨の予想から見るとしばらくこんな感じなのかもしれません。午前3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は毎秒1万400立方メートル、三峡ダムは毎秒1万2500立方メートルです。このため、ダムの直近と南の川からの流入の合計は毎秒2 1 0立方メートルと推測されます。 上流の観測所からの流入は減少しそして直近と南側からの流入の合計は増えています西安チャンネルです今年の8月30日三峡ダムではフル発電となりその時の放流量は毎秒3万立方メートルでした今朝の放流量を見ると毎秒8500立方メートルあたりとなっていますこのため30%程度の発電状況ではないかと推測されます ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。9日から、貯水側の現地カメラの配信が停止しています。復活に期待したいところです。ウィンディーで雨雲の様子を確認します。三峡ダムの周辺と上流では、うっすらと雲が広がる程度。ただ、来週あたりには、南部を中心に広範囲にわたり、少し強めの雨雲が広がりそうな予想です。 さらに、その先では、三峡ダム周辺でも雨雲がかかりそうです。日本列島では、東海から関東にかけて雨雲が所々に出ています。関西では、深夜、少し雨が降りました。今日は選挙の投票日。まだの方は、ぜひ、投票に行ってください。さて、毎年、この時期になると、関西メディアでは、1 7 5ル到達への前振り記事が出るのが恒例のようです。 去年の場合は2020年の試験貯水目標である1 7 5ルと報じました今年は2日前に2021年に1 7 5ルという貯水目標と伝えていますだいたい同じような文言ですが1点だけ違いがあります試験貯水という言葉です2010年から試験貯水をスタートして昨年その試験が完了しましたですから今年は試験という言葉が取り除かれています 洪水シーズンが終わった後に、一旦、155メートルまで水位を下げるのが、慣例だったようですが、今年、それはしませんでした。去年と今年の違いは、この辺りにあるのかもしれません。違いがわかる男、でありたいものです。さて、三峡ダムの年間水位について見てみます。ざっくりしたイメージですので、ご了承ください。 雨季と寒季で大きく分けられ、だいたい6月10日前後から雨季、そして9月15日前後から寒季の対応として水位が調整されるようです。雨季の間は大雨になるので、洪水調節により水位が上下しますが、寒季はだいたい図のような感じで変動するようです。今年の場合、洪水前の準備となる145メートルは、例年通り6月の10日にぴったり合わせてきました。 ご視聴いただいている方はご存知の通り、洪水警報が1回しか発令されなかったために、9月に1回、大きなピークがあっただけです。例年なら、155メートルまで一旦下げて、そこから換気用に175メートルの満水まで持っていくのですが、今年は違うようです。2021年の三峡ダムを空から眺めると、こんな感じになります。 センチネルの衛星画像を見てみました。衛星での撮影のため雲がかかると全く見れない日もありますのでピックアップになりますまずは4月30日まだ雨季に入る前の写真で水位は1 5 9ル。画像処理の加減によりますが水が青々と鮮やかですそして6月24日6月10日に1 4 5ルまで下げて上昇をしかける頃になります 真ん中上のところ仕切り線が見えますね建設当時はここで水が仕切られていました前回4月の写真では沈んでいるために確認できなかった分になります7月に入ると一変します濁った水がダムの発電施設から排出されるようになります中央の放流施設からはまだ放水はありませんさらに7月の下旬貯水側にはゴミらしきものがたまり出します 中央の放流ゲートは閉じたままに見えますが、わずかに泡の塊のようなものが見えます。これは推測ですが、ダムの一番下のところに砂を排出するゲートがあり、そこから泥水が出ているのではないかと思っています。ダムの断面で見ると、これになります。そして9月の12日の写真です。9月の初旬に2021年朝光第1号洪水が発令された頃。 中央の放流ゲートがオープンされ、豪快な水が流れ出ています。当時の現地リアルタイム映像だと、4本か5本程度のゲートが開いたと推測されます。他に注目したいのは、先ほど述べた、仕切り線が水位上昇により沈んでいること、そしてダムの停滞にゴミが大量に流れ着いていることです。次にに9月ののの下旬の様子。茶色色水が青色に変わりつつあるようです。 左右の発電施設からの放流が、水の泡により、わずかに確認できるようですね。そして、これは10月2日。水の色は、4月の下旬のように、青く戻ってきているようです。相変わらず、ゴミは溜まっているようで、回収されているためか、少し減っているように見えます。と、半年弱、空から見ていると、ダムの実際の状況がある程度、わかりますね。数値だけではわからないところが見えるのは、興味深いところです。 三峡ダムのプチ情報を動画2本にまとめてみましたよろしければご覧ください最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですこっそりメンバーシップも始めてみましたそれでは次の動画でまた